はい、こんにちは、カズボです。クロントリガー続きやっていきたいと思います。前々回ですね、今この古代にいるんですけど、まあその古代のね、文明でね、まあ世界滅ぼすラボスってものがね、また古代を滅ぼしてしまったんですけど、その時主人公のクロノがね、まあ、いなくなっちゃったんですよね。それで前回探してる時に、このね、まあ味方がね、乗ってた、まあシルバードっていうね、時を渡る船があるんですけど、まあそれを盗まれたりね、奪還したりっていうところまで来て、それで一回戻ってきたんですけど、北の岬にね、人影があったと。それで、あなたたちの仲間じゃないのかという話まで聞いたので、ここですね。クロノなのでしょうか。お、お前たちか。魔王。見るがいい。すべては海の底だ。永遠なる夢の王国 G。かつて私はそこにいた。もう一人の自分としてな。ムー、この次元の歪みは。やはり無理であったか。人の手でこの力をコントロールするのは。いかん、このままでは奴の次元の渦に飲み込まれるぞ。姉上。いけない。ジャッキー、来てはダメ。でも。これは。まさか、タイムゲート?しまった。姉上、ジャキ、こういうことですね。時の賢者発し、ここは、おい、何もない。ここは時の最果てか。はい、そういうことです。そうか、お前。あの時のガキ。あなたたちの中の一人、もう一人すぐ死ぬよみたいな言ってましたよね。その子供ですね、魔王はね。私は奴を倒すことだけ考え生きてきた。奴が作り出した渦に飲み込まれ、中世に落ちて以来な。我が城でラボスを呼び出すことをお前たちに邪魔され、再び次元の渦に飲み込まれ、たどり着いた先がこの時代とは。皮肉なものだ。歴史を知る私は預言者として女王に近づき、ラボスとの対決を待った。しかし結果は、ラボスの力は強大だ。奴の前では全てのものに黒騎士の風が吹きすさぶ。このままではお前たちも同じ運命だぞ。あのクロノとかいうやつとな。あいつを侮辱する気か。奴は死んだ。弱き者は虫けらのように死ぬ。ただそれだけだ。魔王。今ここでやるか?これ入ってやると戦いになって、言い得てやるとまた違うんですよね。今貴様を倒したところでクロノは戻ってこん。サイラスもな。はい、そういうことです。まあ、戦いんですけどね。お、話せないな。待て。私も言ってやる。ふざけるな。奴をクロノを生き返らせる手ないわけではない。何?時の賢者、ハッシュなら失った時を取り戻す方法を知っているはずだ。はい、なんとな、魔王がね。仲間入るんですよね。あれ戦うってやったら普通に倒しちゃいますんで、倒したなりのイベントはするんですけどね。ということで魔王が入ったので、どうすかな。こういうのいいかな。なんと、魔王を動かせるという。それで装備がね、
闇夜の釜って持ってるんですけど、すごいね、全ステータス耐性とかね。で、技なんですけど、これ全部使えるんですよ、この人。ダークボムがあと400で使えるとかね。なぜかパーティーのリーダーになってしまった戦うってやると普通にあそこを戦います。あの前の魔王の強さを戦えますんで。武器売ってたよね、ここじゃないか。あ、確か高かったけどね、これか。この下にキラーハーケンってあるんですけどね、まあ、ちょっと上がるかな。ということで、これ乗るんですけど、まあ、動かせる感じです。シルバードの時空ジャイロが大きく乱れています。あれは。巨大です。とてつもなく強大な精神エネルギーが測定できます。死者の船か、お迎えに来たってのか。海底神殿、バカな。皆さん、シルバードの時空モニターを見てください。他の時代でも何か起きそうです。これ隠しだったかな、スーファミ版になかったやつかな。急に渦巻きができたぞ、何が起こってるんだ。時間のバランスが崩れ始めているようですね。これもラボスの仕業なのか。ということで、まあ、左下にもなんかあったりするわけですけど、ようやくこういうことができるようになりましたね。こんなとこなかったもんね、小さな洞窟ね。前んとこか、これ。それで、ワープ。これで、世界崩壊っていくとさ、ラボス戦ったじゃないですか。あそこ行くんで、あの強さのやつと戦わなくちゃいけないんですよね。伊勢も戦いんですけどね。まあ、普通に無理ですね。じゃあ、時の再発行きましょうか。あの元気のいいお兄ちゃんはどうしたね。そうか、大したことはできんが、この曲を送らせてもらうよ。題して、クロノリベンバー。私にできることがあれば力になってあげたいのだが、時の賢者にしかできぬことがあるのだ。おや、あんたどっかで。そうか、立派になったな。随分とひねてはいるがな。何？時の賢者か。はてさて、聞いたことがある気もするが、その時の賢者に何用だね。何でもクロノを生き返らせることができるって話だが、あまり信用はできん話だな。死んだものを生き返らせる。今までの何人の人が望んだことだろうね。幸せですな、クロノさんは。こんなにも思ってくれる人たちがいる。ね。死んだものを生き返らせる。まあ、そうだね。これ確かどっか行こうとすると多いって言わなかったっけね。これを持っていきなさい。なんだいこれは。なんかの卵か。それはクロノトリガー、時の卵だ。その卵を返す方法は、あの時の翼を作った男に聞きな。ただし、うまくいくとは限らない。だが、結果のために行動するわけじゃあるまい。行動するから結果がついてくる。そのはずじゃ。そいつを忘れんことじゃな。お前さんたちのクロノを思う気持ちがあれば、あるいは。そうか、お前か。ということは、あなたが時の賢者ハッシュさんですか。ふふ、そう言われたこともあるような気もするよ。そう、はるか昔な。はい、まあ、このゲームのタイトル、クロントリガー手に入れました。
で、これスペッキオも一応話しとこうか。だいぶ変わってますけど。あのツンツン頭、最近来ないな。こいつはまたどえらいやつを連れてきた。類まれな命の力。俺、こいつに教えることない。なんだおめえら、腕試し。あ、まあ、それでなんかもらえるかもね。はい、魔王。うわ、全体やってくるようになっちゃった。まあ、他は回復かな。うわ、強え。やられっかも。魔王いきなり入ってたけどね。強えかな。これはちょっとどうしようもないもん。だから多分変わったばっかだろうね、これね。アイテム姿。ですね。ということで、とりあえずね、その時の賢者じゃねえや。まあ、シルバード手に入ったとこに、シルバード作った人いましたよね。それに話しかければいいんだけど。はい、ということで、まあ、倒せるものは倒せるし、倒せないものは倒せないので。でね、実は真ん中になんか飛んでいきましたね。海底神殿みたいなやつ。あれが、どこの時代でもあるんですけど、未来だね。未来なんですけど、あれどこに飛んでんのかな？あ、いた。黒の夢。ここだ。なんかあったね。死の山は人を生き返らせる力を持っておる。ただし、その力を引き出すには、本当にその人が大切で必要でなくてはならない存在であること。それには、その人そっくりの人形が必要じゃ。ならば、卵は帰るじゃろう。ドッペルの人形？ノルシュティン・ベッケラというマジシャンさえいれば、すぐに作ってしまうのにの。え、ベッケラを知らないのか？あいつはお祭りが好きでの、そこに行けば会えるはずじゃが、だそうです。死の山ってとこに行けばいいらしいですけど、まあこれね、実は最初の方でも撮れたんですけど、一応その時に紹介しようかなと思って自分撮らなかったのでわざと。ね、ここ、死の山というのがね、ここなんですよ。ね、死の山。現代の、まあ宝回収とかもできるし、もう真ん中の黒の夢入っちゃえばね、まあ一番奥まで行けば、もう最後なんですよ、実は。っていうのが、このゲーム、いつでも全クリできるゲームなんですよね。簡単に言うと。なんだけど、強さ的に絶対無理なんで、今の時点でも無理じゃないですか。スペッキオであんなんだったら無理ですね。で、ここだね。ようこそノルシュティン・ベッケラーの実験小屋。今から世にも恐ろしいショーが始まる。クロノのドペル人形が欲しい？本人しかダメなんだが、今日は特別さ。シルバーポイント40ポイントだ。ミスしても人形はあげよう。でもお金をもらうからね。どれだけ長く続いたかで料金も変わるからな。ドッペル。ポイントが足りないよ。じゃあポイント貯めよう。ポイントはね、簡単ですね。そうだね、黒のいる時にあれば、もらえんだけど、この奥にね、ロボットいるので、
それ倒せば15ポイントもらえるんで、はい、3回倒せばいい。手っ取り早い、これが一番。まあ攻撃圏、まあ、呪文使える魔王がアタッカーで、他も攻撃はできるけどサポートできるので、あの魔王ね、もうアタッカーだから、もう回復できないですよねこの人。トッペル分身の真似をしろ。緑が Y ボタンのとこが左手、青が右、黄色赤笑いびっくり、緑が左ね。待って、これちゃんと覚えなくちゃないな。緑青、緑青、笑いが黄色。はい、私が送られた時緑青だよね。緑、笑いが黄色だよね。これがびっくり、これ赤ね。これ黄色、見事にドッペルった。このドッペル人形黒の家に送っておくよ。ということで、お、お母さん、あら、いらっしゃい。黒のは元気？あ、は、はい、元気で、元気でやっております。そう、あんまり元気すぎてあなたたちに迷惑かけなきゃいいですけど、クロにも言っておいてね、あんまり迷惑かけるんじゃないよって。奥方、はい、このクロの人形をしばしお貸しください。どうぞ、ね、ドッペル人形を手に入れた。気をつけていってらっしゃい。なんかもう気づいてんのか気づいてないのかね。はい、ということで、ここまでやりましたので、じゃあ次回ね、あの、篠山行きたいと思います。あれ、ちょっと操作難しかったと思うんだけど、スマホだとね。